荒れ果てたの一人の少女が行く。正確には一人と一匹。少女の右手には赤い紐、その先に結ばれたる首輪もまた赤き、国民の不満を持つ犬は小さく飛んだ。飼い主と少女、霊に語りかける神のように。まず体に依存する感覚から朽ち果てるものらしい。ならばこそ人は散々忌避し、逃避を企てながらも招かれた石の冷たい口づけに耐えるのだろうか。たまない恐怖心が雨に降り続けるという幻想、それは生きながらにして心を壊されてゆく苦痛。ガラス玉のように透き通った永遠の泡さ。罪人は少女の瞳の中にただ世界を見るという。百分の一見にしかず、千分と手間とし憐憫、不別、的外れな嘲笑、いわば対談の火事。燃えるまで熱さが燃えてからでは遅すぎる。この世界で何匹が罪を犯さずに生きられるという
史の側面をえぐりとくない。そのことは果たして何を得、何を失ったのか。奪いし者は奪われ、隠して世界は回る。降り止まない雨の向こうに何色の空を見る。リスクを背負うほど加熱する駆け引きは全てなくすまで気づかない。弟子がたいエゴのしもべ。ではもう過去の場所。推測とは事実の反映を削ぎ落とす。そのことは果たして何を何を悟ったのか。奪いし者は奪われ、隠して時代は眠る。降り止まない雨の向こうに何色の空がある。体に依存する感覚から朽ち果てるものらしい。ならばこそ人は三三気比し、頭皮を食わたくながらも招かれざる死の冷たい口づけに耐えうるのだろうか。絶え間ない恐怖感が雨となり降り続けるというやつ。それは生きながらにして心を壊されてゆく苦痛。ガラス玉のように透き通った永遠の合わせ鏡。罪人は少女の瞳の中にただ世界を見る。百聞は一見にしかず、千聞とてまたしかいない。憐憫、不甲斐、的外れな長所、いわば対岸の火事。燃えるのは暑さだから、燃えてからでは遅すぎる。この世界で何人が罪を犯さずに生きられるという。ベインの世界。おばあちゃんはこう言ってた。天の道を行き、全てを司る男。